ADMJ TV 小林です。いつも ADMJ をご愛用いただきありがとうございます。お客様お待たせいたしました。欠品しておりました、ザ・ビーのシリーズ、また再入荷させていただきました。まず品番から、ご案内させていただきます。こちらのウォレットポーチが 20SS01008 でございます。お色がこちら黒になっております。そしてこちらがミッドグレー。ミッドグレーには、ザ・ビーの、このミツバチがクリスタル、これイエロー系のオレンジと、イエロー、あ、オレンジとイエローですね、のスワロスキークリスタルがついて、内側が桜とサフランっていう黄色い裏地を使わせていただいていますが、ストラップももちろんついています。ストラップの方は、内側は桜になっております。これ実は、携帯も入って、まあ、お財布も持たないわ、っていう方にはお財布代わりになってしまうぐらい使いやすいっていうことで、ひたすらご要望いただいていて、また再入荷してるんですけれども、これ実は私黒の同じスリムウォレットを持っていて、ちょっとお揃いで今日見ながらどれを物色しようかなって思っているんですが、ちょっと迷いながら説明させてください。そしてもちろん、白もあります。まあ、年間通して今、白いスニーカーを私履いているので、白も可愛くお持ちいただけると思うんですが、内側は、彼らがフューシャで、ピスタチオグリーンの裏地です。こちら、カードが8枚入りまして、内側、真ん中にファスナーポケットついてますので、ここに小銭入れていただいてもいいですし、もっと重要なものを入れていただくこともできると思います。で、ストラップをつけて、後で倉庫のエンジェルがどうしてもこの白を私が持ったところをお客様にお見せしたいというので、持った姿を見ていただくことはできると思います。そして、次がこちらですね。23センチのボストン。これは人気なんですよね。私もまだゲットできていないので、稲垣さんも実はこのサイズのモーツワルトを使っていただいてるんですけれども、意外にこれでもう世の中良くなってきてしまっている時代が来ているので、ひたすら稲垣さんこれと何かをこう2個持ちしていたり、もうこれだけで良くなってきているっていうふうに言っていただいてるんですが、まあ、日本製のクロコダイル型押し、技術のある職人が安心安全な日本の材料で、お作りした、本当になめしの良い、まあ、私が持っているスリムウォレットは本当に自分でもリアルなんじゃないかって思えるぐらいの美しいクロコダイル型押しになっています。そして内側が、シャンパンとブルー系。このね、黒にシャンパンとブルーっていうのが何とも言えないんですが、型押しでさえも、まあ、こうやってセンター取りを施しているので、底病はございませんが、こちらもストラップがついて、斜め掛けができるようになっています。軽いですよね、これも。なんか詳細は、こちらのプチっていうところを押していただくと、書いてありますので、ぜひ、そちらをご覧ください。これ、本当に人気で、やっと再入荷できた商品ですので、ぜひ、再入荷して、待っていた方は、ご購入決断いただけるとありがたいのですが、これマイクロミニもどっちかなって、私どっちっていう感じで、なんか実はシュリンクレザーのマイクロミニ私持っていて、店頭に立つときはいつもこれを使ってるんですけれども、23センチボストン持ってないからこれですかね。なんかこれを1個持っておくとお揃いでスリムウォレットと素敵に持てるのかしらって思って、だんだん決断してまいりましたが、やっぱりこのマイクロミニの良さって、これなのに意外に入ってしまって、これスリムウォレット、L ジッパー、ラウンドウォレット、しっかり入れていただくことができるので、このサイズ感なのに収納力があるっていうことでお客様に選んでいただいている一品で、やっとクロコダイル型押しのザ・ビーの黒のクリスタル。これウォーセレブも実は、めちゃめちゃ興奮するって言っていただいているぐらい愛用していただいている一品です。そして、お色は、もうミッドグレーないんですね。すいません。はい。白とブラックとホワイトだけのご用意になっておりますが、こちらが、ピスタチオグリーンとストラップ入ってますね。フューシャの彼らを使っています。
やっぱりなんか最近はもう年間通して私白をおすすめできますけれども、まあ倉庫のエンジェルも白をおすすめたいっていう私あっさり、あっさり触れておきますが、私はやっぱり黒のスリムウォレット持ってるっていうことで安心のクロコダイル片押しブラック、そしてなんかこうシンプル、ザ・ピーがついているのになぜかシンプルに見えるっていうのは、この繊細なこの寄せという技術を使ったザ・ピーがついているからなのかなって思いますが、意外にね、私これが発売した時に圧倒的に黒白が人気なのかなと思いきや、意外にお客様の要望がね、多かったのが実はこのミッドグレー。ミッドグレーにこのイエローとオレンジの B がついた、ものがとても人気でしたので、ちょっと一商品も欠品しておりますが、ミッドグレーはちょっとお急ぎいただいた方がいいかなと思っております。じゃあ若い方がこのようなものを持つと、どうなるか見ていただきたいと思います。高柳さん、お願いします。はい。では、早速こちらを、着用していきたいと思います。まず、よくお問い合わせいただきますのが、ポーチウォレット S サイズ。サイズ感どうなんですかっていうことをよく、お問い合わせいただいておりまして、通常のポーチウォレットはすでに皆様お持ちいただいているということで、サイズ感等はお分かりになると思うんですけれども、ポーチウォレット S に関してはまだちょっと勇気が出ないのという方もいらっしゃいますので、先にこちらからちょっと持たせていただきます。その小さいポーチウォレットにこの B、ちょっと大きめの B が、こぼれるようについてるのがめちゃめちゃ可愛いですね。そうですね。で、このような感じで、お持ちいただけますので、ポーチウォレットって通常も少し高さが出るんですけれども、やはり先ほどもおっしゃっていたように、スマートフォンが結構このまますっぽり入るサイズ感なので、意外とそこまで高さいらないわっていう方は、本当にこちらのサイズ感の方が、まあ、コンパクトで、よりスッキリ見えますので、お持ちいただいたときに、なんかエレガントな印象になるかなと思います。そうですね。高柳さん、体の幅がないから、これ今真ん中ですか？これ真ん中です。真ん中でもちょっと長めになってしまいますが、もし長いというお客様がいたら、カットさせていただきますので、はい、高柳宛てにご連絡いただければ。そうですね。はい。またちょっとこう薄手な感じなので、アウターとか着るときは、まあ、このくらいの長さでもいいかなと思いますので、サイズ感はこのようなサイズ感でお持ちいただけます。やっぱりなんか2個持ちするときに、これ1個あると、携帯も入れておけるし、はい、今なんか携帯だけでほら上が空いてる、なんか、なんていうの、携帯ホルダーっていうんですか。はい。あれを持ってらっしゃる方多いけど、はい。やっぱり、まあ、これもその一つですけど、あれだと、何、カードと携帯だけっていうね。はい、なんか随分アクティブな人が増えたなと思うんですけど、そんな、すぐ、やっぱり、こう、まあ、今電話で話すっていうこと自体が、そうですね。減りましたよね。減りましたね。もうなんかメール？メールですとか、LINE とかですよね。になったから、はい、すぐそんなに出したい時あるかなって私、そう思うんですけど、でも、ねえ、やっぱりファスナーがあったりすると配信だったり、はい、あ、それ似合う、確かに。こんな感じで、はい、23センチボストンはもう、最初はマイクロミニの方がやはり発売の時は人気が高かったんですけども、はい、今もこちらの方がやはり、そうなんですね。そうです。問い合わせも店頭でもやはり人気があるみたいなので、まあ、こんな感じでお持ちいただけるかなと思います。なんかネイビーのワンピースに白いバッグで、このローズ系のザ・ビーがついているのが、とても若々しく美しい。本当ですか？いやいやいや、そんな照れるとは思わなかったんですけど、とてもなんか清楚に見えますね。ありがとうございます。はい、あとこちらマイクロミニです。もうすでに LMJ を長くご愛顧いただいている方はお持ちいただいている中の一つのサイズ感だと思うんですけれども、はい、まあ、こんな感じでお持ちいただけます。なんか、マイクロミニを持つ人と23センチを持つ人と全く別人格に見えました、今。あ、本当ですか。うん、やっぱり何を選ぶかによって、どんな、女性に見えるかって、すごくバッグって重要ですね。今、本当にマイクロミニを持っている高柳さんと、23センチボストンを持っている高柳さんは、はいはい、全然性格違う人に見えました。あ、そうだったんですね、うん。やっぱりバッグってすごく重要なんだなと思います。体の真ん中に来ているものなので、何を持つかによって、やっぱりどういう女性に見えるかっていうね。色もそうですけどね。そうですね、はい。で、私がなぜこのホワイトをおすすめしたいかと言いますと、はい、いつもだったら、
こっちを多分選んでしまうかなと思うんですけれども、はい、最近やはり白いスニーカーとかにちょっとハマってしまったりですとか、あとはあれってこれからの時期ってどうしても暗めの格好が多くなってきてしまうので、うん、そういう時にこういうのを差し色とか、そのアクセントに持ってくるとおしゃれだなと思ったので、ちょっと白を選ばせて。そうなんですよ。どんな洋服を着てても白いスニーカーはマッチするので、そうですよ、白いバッグを持ってると、なんかおしゃれな人になったみたいに。そうなんです。それだけで印象が変わるって思うくらいなので、うん、そ, それにこれ合わせて持っていたら、あ、なんか自分でもなんかすごい褒めたくなっちゃうぐらいおしゃれだなって多分思うぐらい自分を褒めてやる。そうですね。でもね、実はこの秋冬全部真っ黒っていうファッションも来るんですよ。あ、そうなんです。そう、オールブラックですね。オールブラック。ね、オールブラックを私ずっと経験していて、若い頃にね、年取ってからオールブラックどうなのよ。って思った時も、オールブラックにして、バッグも黒にして、白いスニーカーだったらいけるんですよ。あ、そうなんですか、ね。はい。ご安心ください、お客様。じゃあ、その方は黒で。はい。もうすぐブレないわっていう方は見とかいはい、そうですね。はい。では、最後に、問い合わせ先をご紹介させていただきます。はい、今、こちらですね、再入会につきましては、公式オンラインストアが揃っておりますので、はい、知った場合はこちらのお電話番号またはメールにお問い合わせいただければと思います。まあ、その他ですね、店舗に関しましては、在庫がもうないっていうところもございますので、まあ、こちら、先ほどのところにお問い合わせいただいて、高島屋さんですとか、その、館のポイントカードですとかっていうのを持ちなくてあれば、そちらでお買い上げいただいた方が、多分ポイントが貯まったりするので、はい、お電話をいただければと思います。お取り寄せ可能です。はい。関東地区ですね。松屋銀座店、日本橋高島屋店、玉川高島屋店、私が営業担当の横浜高島屋店、11月30日まで送料無料キャンペーンでございます。今、松屋銀座も送料無料。あ、終わったんだそうだ。小林くんこ自腹で送料無料キャンペーンどっかのお店やります。すいません。はい、関東地区ですと、名鉄百貨店、近畿地区ですと、大阪高島屋店、大阪高島屋店には、面白いスタッフのハンという方がいらっしゃいまして、横浜、高島屋、送料無料なんですね、っていう話題があったので、そうですね、すいませんって感じなんですけど、はい、九州地区が福岡見尽くして、はい、ございますので、そうかぜひ、横浜だけなんですね、今、送料無料。はい、じゃあ、店頭にあるどんなものでも無料で取り寄せられる。そうです。はい。わかりました。ぜひ、ご利用ください。では、本日もご視聴、はい、ありがとうございました。